腕が鳴るだろ。準備しろ、次はお前の番だ。この試合の勝者がお前の対戦相手になる。どうやらケイティで決まりだな。まあお前もせいぜい頑張れ。続きましては新たなメガ闘技をお楽しみください。青チーム、ベンジスのケイティ。赤チーム、アストラシェルターの新人選手。これより試合開始。素晴らしい。勝者アストラシェルターの方です。やるじゃないか。素人だとばかり思ってた俺が間違ってたようだ。次の対戦相手はマーカス。これまでに何度も優勝を経験してきた人気者だ。挨拶したいってか。試合前に観客席に行って声をかけるといい。キョロキョロすんな。僕がお前の次の対戦相手マーカスだ。なんだその目は。どこのドイツか知らないけど、僕に喧嘩売ってタダで済むと思うなよ。へえ、なかなか礼儀正しいじゃないか。ちょっとは手加減してあげようかな。ああ、ついに準決勝です。一体誰が勝つのでしょうか。赤チーム、初参加の実力派新人。青チーム、鉄鋼の拳マーカスと AI ドロイドアトム。これより試合開始。新人が電光石火の勢いでマーカスを破り決勝に進みます。準決勝も制したか。やるな。だが決勝戦はそう甘くないぞ。決勝戦は3人バトル。最後まで倒れなかった者が勝ちだ。だが今日はお前に隙はなさそうだ。決勝戦の相手は悪名高い小悪兄弟だ。あの二人の実力は相当だぞ。奴らは共同戦線を張ってお前を蹴落とし、賞金を自分たちのものにするつもりだ。正直お前が勝つ可能性はゼロに近い。今までみたいに挨拶してくるといい。だが試合前に面倒だ。決勝で俺様たちに当たるとはお前もついてねえな。今回もまた大儲けさせてもらうぜ。今回も俺様の優勝間違いなしだ。目標は3連覇。いいか、最後に勝つのは俺様だ。
ついてないやつってのはお前か。決勝戦で俺たち小悪兄弟とぶつかったらろくな目には合わねえぞ。何？ゴードンが優勝を狙ってるだと？今回は俺の番だって約束したはずだ。俺を騙すとはいい度胸じゃねえか。けい、あいつとはお前を片付けてから言う。熱狂と興奮の決勝戦がいよいよ始まります。さあ、昭和兄弟の連勝か、それともダークホースの出現か、刮目せよ。これより試合開始。優勝はアストラシェルターの方です。面白い。初参戦で優勝をもぎ取るとはな。現役だったら俺もお前に戦いを挑んでたぞ。あ、おっと、優勝商品を忘れるとこだった。このアストロナジーはお前のもんだ。きっと高く売れるぞ。よし、今日の試合は終了。そんじゃ、俺も雇い主に報告してくるか。優勝おめでとうございます。フランツさんがずっとオムニアムタワーでお待ちです。早く届けてあげましょう。アジを持ってきたわよ。手に入ったのかい？すごいね。心配して損したよ。あとはこれをオムニアムタワーの制御台につなぐだけ。それから冷却装置を起動すれば終わりだ。
オムニアムタワーが静かになってきただろう。でもこれはほんの始まりに過ぎない。アイダの子はまだ闇に身を潜めてる。残りの4つのタワーを止めるのが至難の技だ。君とミアはシェルターに戻ってみんなにさよならを言ってくるといい。俺は先に出てここから一番近いベンジスのタワーを調べておく。
事情は全部フランツから聞いた。連日校に行くんだろ。お前さんがハガードのために働き始めたのは知ってる。それジークもどうしようもなかったのよね。だから彼とシャーリーが無事戻ってくるよう祈ってる。ごめんね、あんたに一番大変な仕事を押し付けて。シェルターのために働いてくれたのに、私たち何も恩返しできなかった。ジークのこと頼んだぞ。約束する、絶対ジークを見つけてみせるわ。ブルークリークの流れに沿っていけば連日不当に着くわ。気をつけて。何かあったの？またハイエナね。あの人を助けなくちゃ。たちのおかげで助かった。こんな港の近くまで来るなんて、あいつら最近つけ上がりすぎよね。そうだ、おめでとう。え？おめでとうって何？ホワイトフラッシュの賞金のことだってば。カレイドさん直々のお達しなんだよ。データベース検索。クオ？クレ？クレイドはヒットしません。ベンジス重工の社長さんだよ。そんなことも知らないの？検索完了。カレイド、ベンジジス工業社長。その人物にここのオムニアムタワーの状況を尋ねるといいでしょう。あれ？賞金目当てで来たんじゃないの？あ、そっか。じゃあ来たのはビータ祭のため？それなら残念。今年のお祭りはあんまり見応えないかも。どうして？ここで一日中見てたけど商船が全然来ないの。いつもなら港いっぱいに停泊してるのに。なぜですか？何かあったのですか？もう本当に嫌になる。最近悪い奴らが街をうろついてるから、商人たちも怖がって近づこうとしないの。あれ、行こう。ここは危険だから、とりあえず港に戻ろうよ。
ねえ、その様子だとここに来るの初めてでしょ。案内してあげようか。私ヒルダっていうの。私たちアストラ島から来たの。この子はミア。実は人を探してて最近ここに来たはずなんだけど。アストラ島のジーク？わかんないな。よそからお祭りを見に来る人も大勢いるし、人探しは難しいかも。でもそういう人がいたら教えてって友達にも話してみるね。みんなで探した方が早いし、ついてきて。